普通だとまあ E7 に行きがちな。あなたを感じていたい、たとえ遠く離れていても、ときめく心止めないで、みんな見えない明日を探している約束なんて何もないけど、変わらない二人でよね。この曲は1994年の12月24日クリスマスイブの日に出てますね。ザードのあなたを感じていたい。この曲はですね、私が唯一クレジットが編曲も、クレジットされてるんですけれども、実はですね、まあ最初一応私が作ったオーケーもっと地味だったんですよね。でこれはやっぱ地味だろうっていうことで、普段のそのザードの制作チームがそれに、いわゆるザードらしいドンパンっていうドラムとガンガンガンっていうギターが入ってるんで、私が作ったものとはまただいぶ違うんだけど、まあでも結果的にまあそうだよね、やっぱザードっつったらこうだよねっていうところもあるんで、それは私もとても、全然良かったなと思ってるんです。なんでしょうね、ただこの曲はやっぱり私が最初のそのアレンジの段階からその全体を作ってたんで、とてもこの私が好きな要素ってものがいっぱい詰まってましてね、まあちょっと解説しちゃいますが、また例によってコード知らない、楽器やらない人には意味の分かんないことばっかりですが、まずサビ、あなたを感じていたい、これキー C で言うと F ときて F 分の G、 私はこれが好きでね、これがもう好きすぎていっぱいこれで、曲作ってるんですよ。 Stop the season in the sun なんかもそうですね。でダルル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 ときて、これがオーギュメントっていうコードですけれども、これ普通だとまあ E7 に行きがちなんですが、このオーギュメント、まあ、E分のオーギュメント、これやっぱりちょっと違う情感が出るんで、オーギュメント使ってみるのも楽しいんじゃないかと。でまたはい、出ましたマイナー7フラット5ですね。でその次がここでまあフラット5ですね、これもね。なんてのがまあいっぱいこう本当、まあ他にもね全部説明していきたいんですけれども、そんな私の好きなものっていうのがいっぱい詰まった一曲になりました。